寝る前に入れるスイッチなんでしょう。来る日も来る日も YouTube。 喜作元夫の僕の毎日。違う音色で始まったのですが、今日は寝る前に間に合わせようと思えばね、レッスンの合間に撮るしかなくてね、短い時間で今ね収録させていただいているので、いつもとは違う題目の字がなくウクレレが映っておるんですが、そのね始まりの音楽もいつもとは違う音色で、分かる人には分かりますがちょっと分かりにくいかもしれませんが、今のはねウクレレなんですね。これレッスン場に置いてあるウクレレで、ちょっとねチューニングも怪しげ、弦も古くなって、楽器自体も若干ちょっと古めでね怪しげなんですが、そんな楽器でスマップがやってた夜空の向こうという曲を少し弾いてみました。本日はね、音楽参加のすすめと題しましてお送りしたいと思います。どういうことかというとね、音楽聴いてるのもすごい楽しいですがね、少しでも自分で参加する、それによってね音楽の楽しみがもっと増える、聴いてる時ももっと楽しく聴ける、そういう話を少しだけ今日はね本当に合間なんでね少しだけしたいと思います。それにあたってねウクレレっていうのはねすごく手頃です。値段も1万円出せばね十分ありますし、ちっちゃい、音も小さいのでねそんなに騒音も出ない、ギターに比べて弦が少ない、4本しかないですね。この今映ってる画像を見ていただいてもね4本しかない上に、楽器が小さいなのでね手が小さい人でも大丈夫、それに、どこにでも持ち運べる、海辺に持ち運んで弾けるしね、で今のようにねこうウクレレて高木ブーみたいにかき鳴らして歌うだけっていう風に思う方が多いんですがね、これ意外とそうでもなく、今の中でもソロウクレレって言ってね、このウクレレだけでメロディーとコードと一緒に弾く、こういうこともできますね。今日はね大阪のねとある百貨店の中のね、百貨店って言いますよね、デパート、百貨店って言うと高級そうですよね、その中のね教室で、僕はレッスンをずっとね昼ぐらい朝から午前中から、夜までしておってね、その間で休憩時間でね収録してるんですけど、そこにもねたくさんウクレレを習いに来てくださってる方がおられてね、結構リタイアした後の人とかね、主婦の方、今まで音楽に親しみのない方がねもう上ではね80過ぎて、もう下ではねまあ言うたらもう今 OL の方とかね、そんな中でも流行ってるんですが、結構やられてる方多くて、もうリタイアされてから初めて楽器に触った人でも今の曲ぐらいをね弾けるように、まあしばらくしたら弾けるようになってる方が多いですね。これね楽器が弾けるとね実際に音楽聴いてる時にもねいろんなことが聞こえてきたりしますね。よりいろんな楽しみができます。自分で弾いてみるとこの曲のこのメロディー、ここがすごい綺麗だなとか、ああこのコードがすごいグッとくるなとかね、いろんなことが分かってきたりね、そういうことが分かってくると聴いてるとね余計に楽しいですね。なので僕は演奏する側の人間ですが、ぜひぜひね、いろんな楽器、他にもねいろんな楽器がありますね。もうパーカッションとかでもいいですし管楽器でもいいですしね、やってみると難しさが分かる反面、楽しさもたくさん分かるし、プロの人みたいに弾けなくてもね少しずつ弾けてもすごい楽しい、カラオケに行くよりも自分で弾いて歌うと本当に楽しいですよ。もしね機会があればぜひぜひね楽器をやっていただけたら楽しんではなかろうかと
思うことをね、今日はね話してみたいと思いましてね、皆さん楽器やられたことはありますでしょうか。昔やってた、他の楽器をやってた、そんな方でもね、再び今ちょうどねコロナとかでね、外にも出れないのでね、家でできるちっちゃい音でできる楽器なんか特にいいですね。この機会にね、ぜひまた楽器に触れてみる、そしてまたねいろんな音楽を聴いてみる、そういうことをしてはいかがかなと思ったりしてね、今日お送りしてみました。それではね、今日は短いですが、また明日お会いできればと思います。喜作元夫の僕の毎日、今日は楽器のすすめでした。特にウクレレなんかが簡単でいいですね。ウクレレギターなんかだとね、僕もレッスンしてますので、ぜひ、このメッセージ欄からねレッスンの申し込みをしていただけたらね、お問い合わせしていただけたら、こうやってして喋ってるね僕時間直々にねお教えしますのでね、言うとけど僕楽器ね演奏するよりもレッスンの方が結構評判がいいですよね僕レッスンした人はプロになる人も多いし、社会人の人も本当に長続きしてくださって、みんなね上手になって楽しんでいただいてますんでね、よかったら、この YouTube の方か、僕の Instagram、僕の毎日、喜作元夫さん僕の毎日 KM 僕のBOKUNO っていうね ID でやってるインスタグラムの方のメッセージでも結構です。ぜひお問い合わせください。それと、まだ YouTube のねチャンネル登録お済みでない方はぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これをしていただけるかしていただけないかでえらい違いが出てくるんですよね。ここだけの話、いやここだけの話じゃないですね、それとね高評価ボタン、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた明日。さよなら、さよなら、さよなら。